はいどうも大輝の器チャンネルです。どうも皆さん今日も頑張っていきましょう。はい、今日はですね、上のブログ、今日のブログで、今夜も生でさだまさし、あれのですね、ホワイトボードをね、今日は陶器祭りですね、3連休で行われる陶器祭りの中で行われる産業総合展に坪八出展しましたんで、そのねセッティングに行ってきたんですけどね、それが陶芸の森のさ、展示ホールですね、さ、産業展示ホールの毎年のところでやってるんですけどもね、そこがこの前放送した今夜も生でさだまさしの毎年収録生中継してた場所で、ホワイトボードがそのまま残ってるんですよ。いろいろ写真撮らしてもらったんですけど、ね、わあすごい。あれね、なんか専門のスタッフさんなり、スタッフの中で書く人が専門にいるみたいですわ。ホワイトボードもなんか NHK のものらしいですよ。はい。で、その前でですね、YouTube 撮ったろうと思ったんですけどね、なんかいろいろ問題ありそうじゃないですか。なんか写真ぐらいは許してくれるやろうけども、なんか YouTube 撮って、誰が見てるっていうわけでもないし、誰も言うは絶対言うてこへんと思うんですけども、まあね、誰がね、どこで何があるか分からへんし、一応ね、県のね、県職の、峠の森の県職のね、人ね、に聞いたんですけども、いや、ちょっと分かりませんわ、いう話なんでね、やめときました。はい。で、ここ、どこですか、見ましょう。はい、ここ、ね、もうね、この、大輝の器チャンネルを見ている主となる、この視聴者層である、某団の、はい、この今年思い出の場所、思い出の場所で今日は、大輝の器チャンネル撮ってますよ。何人か人いますんでね、なんやこいつはみたいな感じで見てますけどもね、思い出のね、はい、例の場所です。もうどことは言いません。はい、信楽町のね、運動ね、某運動公園の、はい、この例のこの汗と涙と血が混じり合ったホースの跡がここにガーッとこうね、混じり合ったホースの染みがこの土に混じり合ってる場所から大輝の器チャンネルを今日お届けしていこうかなと。はい、さだまさし、さだまさしさんもね、大変な人なんですよ。あの人はすごい人らしいです。まずね、若い頃にすごい人気、もめちゃくちゃ人気のね歌手、これ若い頃からものすごい超人気だったんですよ。で、映画撮りはったんですよ。これはドキュメンタリー映画、さだまさしがね、中国大陸の奥地、長江やったね、長江をずーっとね、上流に下っていくっていう映画を撮ってね、大借金を作りはったんですよ。僕その映画見たことあるんです。それ、もう20代終わりぐらいにね、だから50、10億とかね、一説によると50億ぐらいの借金を取ったらしいんですよ。やっぱさだまさしも、この若い頃ですから、やっぱこの、中国ってのは何やろ、表現したい、僕表現者として表現したいと思ってね、中国に興味があるから言って、これをね、もうスタッフ連れて、おい、むちゃくちゃええカメラ使ってね、どんどん制作するんですけど、ね、どんどんあっという間に配給会社の制作費が、ついえて全部自腹になったらしいんですね。毎日何億とか何千万っていう単位でお金がかかっていくんですって、ね、でも最後の方は気が気でなかった、もう映画どころじゃなかったっていうことを言ってましたけどね。それですごい大きな借金をこさえて、それを返すために今さだまさしって日本中の全部の市町村でコンサートしたらしいんですよ。だからさだまさしがコンサートで行ってないとこないんですって。これね、言ってね、グレイって言うでしょ。グレイ万博のグレイですよ。グレイが、もうミリオンも何枚も出したグレイ万博言うて20万人集めた、言うたらライブもしたと。次何しようかって思った時に、グレイはね、すべての地域回ろうって言うたんですって。もう日本の北海道から沖縄まですべての地域回ってライブしようって言うて、グレイは回ったらしいんですわ。そしたら、行くとこで全部、アルフィーと、さだまさしは必ずコンサートしてたらしいんですよ。それで、二人の偉大さ、あの二組ですね。アルフィーと、さだまさしの偉大さを知ったっていうふうにね、こう、グレイのテルさんが言ってましたよ。はい。それぐらい前と、だから、信楽にも僕は中学生ぐらいで行きましたよね。さだまさし。ね。さだまさしさん。うちのお袋なんかど真ん中の世代ですから、行ってましたわ。新商社体育館でね、信楽のね、消防署の前ですわ、それこそ。あそこでコンサートしてありましたね。覚えてます。それがね、こう、ついに巡り巡って、今夜も生でさだまさしをね、こう、信楽でしてたわけですよ。ね、スカーレットが来るっていうこともあるでしょ。でね、僕もね、パネルの、ホワイトボードの前でやったのかなって思ったんですけどね。いろいろとなんかいろいろとめんどくさいことになりそうやったんで、やめました。で、この、我々のこの、ここですよ。
まさにある意味心のメイン会場、まあ、心のメイン会場この下なんですけども、まあ、このねホースの跡とホースの跡ホースの油、なんですか活動服のシミが染みついたこの神聖なる某段の某場所で今日は大駅の器チャンネルをお送りしました。それではね、まあ今日はこれぐらいにしておきましょうかね。いろんな人もいますしね、いつも10分とかね喋ってても誰が聞くねんっていう話ですから、はい、これぐらいにしておきましょう。相変わらず当期のそう3店に出店しましたから、で今の時点でですねまだね台風がね来てますから、週末3連休とんでもない台風が来てますね。台風19号、ヒビギスあごめんなさい、なんかあの名前がねなんかフィリピン語で素晴らしいやつみたいな意味らしいですよ。はい。ヒギモスやったっけ？ちょっとわかりません。で、まあ、もうね、神がかってますね、しがらきね。神がかっとる。いや、まあほら、朝ドラも来て神がかってんねんけども。まあ、なんて言うんですかね。今の時点ではっきりしたことは言えないんですけど、まあまあまあ、世間の流れ及び台風の進路のことを考えたら、3連休である、この週末3連休のしがらき冬季祭り、開催はちょっとね、危ぶまれるのではないかなというふうな感じで、今ね、今この僕が喋ってる間の時間がちょうどね、実行委員会の方らで会議してはるみたいですけども、はい。まあ、本当に、事故がないことが一番ですんでね、なんかすごい大きな台風って言うてますんでね、備えをね、ちょっとしっかりしとかなあかんなと、ね、土曜の、関西、東海は、金曜の夜から、土曜の日中にかけてが一番近づくんじゃないかというふうに言われていますが、僕らもちょっとその間ね消防団で出動あるんちゃうかなとはちょっと思ってるんですけどもね。いやーまさかね来ますか火祭りが2年連続台風でなくなり、でこの前のセラミックアートマーケットも3日間雨、あれでも開催できたから良かったですよ。そしたら今度は信楽の冬季祭りが台風直撃と、そしてスカーレットもやってくると、お客さんはようさん来てます、スカーレット列車もようさん乗ってますよ、はい。でね、まあ、台風終わりましたらね、きっと天気も良くなると思いますんで、ね、もう大気の器にも来てくださいお願いします、来てくださいもうお願いします、もう言います来てください、水金靴買ってくれお願いだ、水金靴皆さん買いましょう、この木に買いましょう、ね、しがらき焼き一番ね、今変わってるといいですよ、水金靴買いましょう、そしてしがらきいろんなとこ回ってください。それでは本日はこれにて、某団がこの3月から8月まで汗を流したこの某運動公園からお伝えしました。大輝のお伝えチャンネル、それでは皆さん今日はこれで終わります。さいなら、さようなら、バイバイ。